おはようめざいまし町でミニ世の中化の時間です。今週は昭和33年3月3日生まれの松井の母が朝学で出会ったこと出会った人についてお話しします。朝学の魅力は何といってもブログです。 朝学仲間の皆さんが書く多種多様なブログそしてそこに寄せられるコメント、えー、パソコンのこちら柄らでニヤニヤしたり深く考えさせられたりそんな日々を私は過ごしていますブログを書くことで自分の気持ちがまとまりますで朝学仲間になら話せるそんなこともありますやっぱり距離があるっていうのはある意味自由なんですよね で安心できる世界だから、えー、自分のことをすっとかけるそんな気がしています。えー、でそんな私が皆さんに一番助けていただいたのは2021年の8月から11月までコロナ禍のシンガポールに行った時でした。 2021年の8月、皆さん覚えてますか1年延期になったパラリンピックが無観客で、行われてた頃ですですその頃はまだワクチン接種ができない人もいっぱいいて、ワクチン接種の順番待ちで、まだまだこうあ、いつできるか、いつできるか、ワクチンするしない、そんなことを言ってた時代だったんですね。 でその頃、娘が3歳の男の子を連れてシンガポールに赴任することになって同行者として私に白羽の矢が立ったんです、暇そうだから、そう、その通りなんですけどね。えで、コロナ禍っていうことでビザ申請にすごい時間がかかってシンガポール政府がこう日本もそうだったクローズしてたんで、なかなかいつ行けるかもわからない状態で。 で同行者の私の大学の卒業証明書まで必要って言われて、えなんでと思ったんですけれども、自分の出身大学に連絡したら、40年以上前なのに、すぐに卒業証明書を出してくれて、あら、まあ、こんなシステムがあるんだな、まあ、そんなこともないとね、大学なんて行ったこともなかった、そんなこともありました。まあ、で、まあい、いろんな準備をした結果、えー、8月になって、シンガポール行けることになりまして。 であの成田から出発したんですけども、も成田空港、人が誰もいませんでした。空いてるお店はマクドナルドが1軒ぐらい、でもあの人が全然いない空港で、接種証明書とか陰性証明書、シンガポールのビザ、必要書類のチェックがもうあのカウンターですごい時間がかかって、時間かかるんですけど、他にお客さんにいるから何の問題もないんですね。まあ、本当に人がいないいなななっっててこんん寂しいんだな で乗ったシンガポールエアのエコノミー席も3人だけ他のお客さん見えないほ、まあ、他のもっと離れたところには少しは乗ってたんですけどねそんな中であ飛行機会社大丈夫かしらとか思って到着したシンガポールのえチャンー空港ここ真っ暗でした。 本当に成田はまだ電気ついてたんですけどね、シンガポールのチャングルが真っ暗で,で、そこにいる人はみんな防護服、ブルーの着てて、まあ、なんちゅうとこに来ちゃったんだろうと思い、その後ホテルで14日間の隔離、もう部屋から一歩も出れないんですよね、でご飯だけは届く、そんな生活を。あの 娘とと歳の孫と3人で送りましたでその中で、えー、あの先が見えないままなんかあのただ、まあ、隔離はされてるけどもネットはつながってるんでねあの朝霞にブログにアップすると本当にたくさんの心のこもったメッセージをいただけたんですねあきっとなんとかなる頑張ろう部屋の外とダイレクトにつながれてることに本当に心強いものがありました。で私 毎日更新してたんですけれども朝学の高校投稿っていうのはまだちょっと違うんですよね。ほんの少しだけど自分を客観的に見て日本とは違うシンガポールの状態お話しすることができたのがあ,のありがたかったかなと思います。1年経ったたににシンガポール行きのことをブログにアップもしたりしりてあの自分で あら改めて皆さんに助けられたなというのを感じたのが2022年でしたね、うん。あれからまた1年以上が経過し自分の中でずいぶんいろんなことを忘れてるなと思ってます。で、Facebook に書いたのかってこう個人的にね、一冊の本にまとめてあの見たんですが、それがね、結構な冊数になっちゃって90何ページかな。で、これ読み直す時間はないんですが、朝学で。 9回かな、書いたブログ、自分のとってもいい記録になってます。まあ、よかったら皆さん、読んでみてやってくださいませ。 であの世界中が動きを止めた2020年、ね本当、死に怯えた日々、朝書きが始まったのも2020年、コロナ禍、なんかもうずいぶん前のような気がするけど、そうでもないかな、うん、やっぱり引きずってることもありますよね。で私自身もあの去年、おと,ととしになりますかね、2021年。 2年2022年ですねあのコロナにかかりましたコロナにかかった時のこともブログに書いてで結局何がいいって自分の記録になってるなとあの朝学でああこんなこと書いてこんなこと書いてそんなことがあったんで、えー、ちょっと楽しかったかなと思いますこの年末年始いろんなことありましたけどね本当にあのどこに行っても人がいっぱい マスクをしてる人もしてない人もいましたけれどもその中であなた自身のコロナ体験ちょっと振り返ってみませんかそこで今日のお題ですじゃーん2024年1月に振り返る今ですコロナ禍でこんなことがありましたいろんな経験それぞれみんなしてますよね、うん、今だから 今思い起こすそんなことをぜひ聞かせてください絶対忘れちゃいけない時間だったのではないかと今しみじみ思っていますそれでは行きます君にならできる